これ喋ってもいいんですか？まだまだ入ってる。切りました。入れてください。入れといてください。普通に流れて大丈夫ですか？やで。こっちから入っても同じことですよ。やで。今こっちから入ってますから、皆さんこんばんは。12月13日月曜日午後7時になりました。松代テレビ局しゃべくり松代の時間です。今日オープニングあれ入りました？クリスマスバージョン OK 入らなかった。あ、そう。俺がしゃべくり松代なんてね、こんなやつだったんですが、まあ最後にバッチリ入りますからね。毎回ゲストの方をお招きしまして、松代のことをしゃべくりまくっていただいておりますけれども、本日ラッキーセブンの第7回目は、これからの時代を担う子どもたちの活躍を紹介したいというふうに思っております。なお特別企画としまして、番組の最後の方に松代テレビの生放送の裏側をご覧いただくということでご紹介をしたいと思います。お楽しみに最後までお付き合いをお願いしたいと思います。松代は朝から雨が降ってまして、といってもまあ全世界で見てる生放送ですからね、遠くの方は分からないわけで、そこでね、画面の右側にツイッターの画面が用意できていると思いますんで、番組中にそちらの方へね、ツイッターで入れていただければと思います。よろしくお願いします。本日のパーソナリティは名カメラマンのひろし君です。よろしくお願いいたします。今日のゲストは豊坂小学校3年の菅野先生です。よろしくお願いいたします。こんばんは、菅野です。よろしくお願いします。私は本業は町内でうどん店を営んでおるんですが、今年の10月に、近くの豊坂小学校の方から、子どもたちから手打ちうどんの作り方を教えてほしいということで、依頼がありました。お邪魔させていただきました。はい、
よろしくお願いします。もうじきね地図の方も出てきますんで、また学校の位置なんかもね、それと私のお店もねご案内をしたいと思っています。その後生徒さん、子どもたち、生徒って言っちゃいけないんだよね。そうですね、子どもって言いなさい、はい、ね、先生からも、先生はいいんだよね、はい、はい、言われておりましたけども、元気でなんかね、その後も授業参加の時にもやったりで張り切って、はい、教えていただいたうどん技術を生かして何回か作りました、はい、今地図出てますんでね、ご案内しましょう。これです。八代線を越えて、松代の町中ずっと通り過ぎまして、突き当たりね、ここがちょうど今放送しております町歩きセンター、ここですね。でここを鍵型に曲がっていただいて、さらに方角的には南の方向になるわけですけれども、地蔵峠方面、こちらの方へ向かって、行きます。県道の35号線になりますけれども、地蔵峠ですね。峠まで行きませんけど、ずっと手前ですけどね、はい、松代高校、それから県警の警察学校がありまして、そこを通り過ぎます。通り過ぎまして、ちょうど南、みなかみ山の南側になりますかね、位置的にはね、先生ね。そうですね、はい、はい、ここが私のお店、ここポイントですからね、よろしくお願いしますね。豊坂の小学校とこれだけの位置で2キロまで離れてないですね。1キロ、1キロちょっとぐらいですかね、はい、はい、そんなんでまた当日の、番組のビデオを見ながら、お話をね、していきたいと思いますが、まずご予約いただいた経過とかね、いうようなことから、なんか種まきから始めて、そうなんです、写真もなんかご用意していただいたのかな、はい、ということで、ちょっとなるかな、はい、ないです、いいです、こちらなんですけど、昨年の秋に、はい、小麦の麦をおじいちゃんからいただいて、はい、巻きました、はい、はい、誰ができました、はい、11月ですね、はい、で小麦は1週間ほどで、はい、大きくなって、芽が出てきたんです。芽が出て、はい、寒いのに、はいはいはい、びっくりしました、はいはい、雪も越えまして、で3月には雪も溶けてきたので、うん、はい、麦踏みをしました、はいはい、で、もう冬も越えて暖かくなった5月には黙々と、うん、麦が育ちまして、そしてですね、6月に、おじいちゃんたちのお手をお借りしまして、はい、麦を収穫いたしました、はい、それで、はい、はい、そして干していただいて、製粉をしていただきました、はい、そしてですね、はい、ちょっとこちらには映像はないんですけど、はいはい、まあ育てた小麦で、うん、まあ、何を作ろうかということを3年生になってから決めることにしまして、私の方から、はい、ね、かねてから、うん、うどん作りしてみたいなって気持ちもあったので、はい、子どもたちにどう、うどん作りはって、出ました先生、はい、ね、お蕎麦じゃなくてよかったね、はい、そうです、小麦粉ですから、ね、小麦粉ですからね、蕎麦はありません、お蕎麦は、ね、あります、うどんはOK です、はい、はい、まあ、そんなことがありまして、うん、はい、うどん作りをすることに、決まりました、はい、ね、それでもまあ子どもたちも私もどうやって作るのっていうふうに思ったので、はいはい、うどん作りをお家でよくしているというおばあちゃんにまず来ていただいて、5月に練習を開始したというわけなんです、はい、今ね、はい、先生ツイッターでもね、はい、本業はうどん屋さんって、本業はうどん屋さんだよね、二本松さんうどん屋さんです、そうそうそう、はい、名カメラマンのひろし君は副業じゃないな、趣味の方でございますんでね、どんどんツイッターやってくださいね、はい、生放送ですからね、分かった、ね、生放送でしょ、間違いないでしょ入れてもらってない人もね、これ見れば分かりますよ、右側に、本業はうどん屋さんなんでね、パーソナリティは松代テレビの名カメラマン、ありがとうございます、
あ、先生、ちょうどこれ出てますけどね、はい、これあの皆さん寄せ書きで、書いていただいて、いただいたんですね。あ、そうなんです、ね、あの最初おばあちゃんに教えていただいて作ったんですけど、うん、はい、どうも子どもたちももっとうどん作りを上達したいということで、はいはい、あの近所にプロの方がいるじゃないか、うん、という話に授業中になりまして、行ってきてよっって、ね、はい、あの、はい、私がいそいそとお願いに出てきました。これちょうどうちの店の、ね、入り口のところなんですけど、はい、こんな感じであの飾ってあります。私の宝物ですね、はい、で来たお客さんもね、こんな眺めながらね、やったんだ、うどん教室やったんだってね、うん、言ってくれました。あの 2,3 組のグループの方も来られたかな、ご家族の方もね、あ、ここの書いたやつが貼ってあるねなんて言ってね、喜んでいただきました。はい、あのぜひ食べに行ってと、うん、はい、行ってみましたが、あ、はい、そうですか、はい、あとその後はどんなあれあったんですか、あのうちのね、私を教えに行ってその後、あ、そうですね、上達したという気持ちが子どもたちの中にもふつふつとありまして、はいはい、じゃあね、せっかくですからということで、はい、ですね、最初にあの小麦作りやあの畑の活動でお世話になったおじいちゃん、はい、おばあちゃん、あとですね、松代では昔から養蚕が盛んだったので、はいはいはい、3年生ではその蚕を育ててみようということで、こちらもおじいちゃんおばあちゃんにお世話になったので、はい、おじいちゃんおばあちゃんをお呼びしてお礼をの会をしようと。あの授業であれですか、蚕を飼ったりなんかいろいろやったとか、あのそういうのもやりました。あのちょっと飼って、ね、うん、あと夏休みにお家で飼ったりと、うん、いうことで、はい、あの体験を、体験をね、したお礼を兼ねてね、感謝の気持ちを込めて、あの、ね、うどんはね、で、うん、ね、そのお礼を兼ねて、うん、じゃあ自分たちで頑張ってきたうどん作りを、うん、うどんを披露しようということで、うん、あの一回作りました、うん、でその時はですね、うん、はい、その時はあの初めて水で締めたんですよ、うんうんうん、あの二本松さんに水で締めたのがさらに美味しいと教えていただいたので、うん、最初は釜揚げで食べてたんですけど、うん、初めて水で締めてですね、はい、いただきました。はい、はい、水で締めてる様子が映ってますでしょうか。よし、うまいね、切り替えね、今できましたね、はい、はい、そしてですね、このうどん作りもなかなか上達しまして、うん、はい、あのいいね、お礼の手紙を読んだりして、うん、さっきの、あ、お手紙の方ね、そうですね、はい、あの、はい、おじいちゃん、はい、おばあちゃんにお礼の手紙を書いてお渡しして、あとはうどんを一緒に食べたということで一回やりました。はい、でその時には、美味しくできたんだけど、でも子どもたちの中では、あれ、あの時10月で教えてもらった時にはすごく美味しかったんだけど、なんか硬いと、そして茹でたら麺が切れちゃったと、はいはい、いうことが少し話題になって、じゃあどうしたらいいかなって、いうことを話し合ったんです。でもなかなか、解決策が見当たらないので、私が二本松さんに、ね、聞いたんですよね、はい、そしたら茹で時間をもう少し長くしたらいいということと、うん、あとたっぷりの水で麺を茹でて麺の、ね、茹でる麺の量を減らしたらどうかというふうに教えていただいて、うん、でそれを次に、もう一回三冠日にやりましてですね、それを生かして、うん、あのお家の方にご披露したと。お母さん、はい、はい、そうですね、はい、したんです。でその時には、うん、まあ最後かな、授業では最後かなっていう気がしたので、うん、これは、はい、寝かして あるところかな、あれ、ああ、そうですね、はい、寝かしてね、この時はですね、うん、一人で作ると最初から、はい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 、っていうふうにやって一人ずつやっています、はい、それまでは二人ペアでやるようにしていたんですけどね、うんうんうん、でこれはあの温めるということで、はいはいはい、教室のストーブの前で、はい、温めてね、はい、温めているところです、はい、でお家の方にも食べていただきました、はい、はい、あの切るのがすごくやっぱり上達したかなって思います、何回もやる中で、はい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 、でお母さんたちも、あ、硬くて美味しいと、はい、だけどちょっと硬いかなと、いう感想が多かったです、あ、そうですか、はい、まあね、これからもね、はい、いろいろそういった技術を生かして、はい、なんかね、
耳くらいにね、就職したいなんて女の子もいましたけどね、まあ可愛いこと言ってましたけどね、嬉しいことですね。もういや10年後にお世話になるかもしれません、よろしくお願いします。10年、そのくらいになるのかな。そうです ね、はい、また内緒ですからアルバイトに来てもらってね、お店の方やね。あ、じゃあそれも密かに宣伝をしておきます。密かに、そうですか。そうか、そうそう、今日ね、プレゼントがあるのかな。これは時間あるかな。ん、これか、これちょっと、はい、これね、私のね、お店のすぐ隣の今運動ってね、あの色々の小屋の名前なんですが、これ先生わかります？どういう意味かわかります？今運動、うん、今運動、今運動、今運動はわかりました。はい、はい、うまい。あ、違う、うどん、うまい。はい、正解です。これはですね、はいはい、ありがとうございました。くだらないことをやっておりましたけどもね。うん、またね、あのお店の方へね、うどん食べに来てください。松代テレビ見たよっていう方にはね、ひろし君特製の佃煮を差し上げちゃいます。おお、はい、お待ちしております。今日はね、先生お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました、うん、僕がね、やっぱり子どもたちに一番伝えたかったのは、あの作る技術とかね、そういうことはもちろんなんですけど、やっぱり気持ちを込めて作ってほしいなと、そういう思いで、作ることが一番大事なんだよということで、感じてもらえばね、いいかなと思います。そういう気持ちで、みんな仲間で一緒にいればね、うん、まあ、いじめなんていうことはね、ないと思いますしね、ありがとうございました。来週はまた技術部長の福井さんが担当になりますけれども、引き続きね、この後、先ほどお約束しましたように、松代テレビ局の裏側を見せちゃおうっていうんでね、やります。先生もご一緒にね、見てください。わかりました。はい、本日はありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。なんか言いたいことが半分ぐらいしか言えなかったけど、なかなか難しいです。はい、それではね、引き続き第2部でございますよ。第2部、第2カメラに切り替えて、これだ、21人、21人、やったー。え、先週より、でもね、いつもほら、うん、今日だけ21カメラ撮影とか、松代史上最高の、最高の、はい、最高視聴率です。それではね、たくさんの方に見ていただきました、ありがとうございました。今日もまた面白くて、来週はね、もっと増えますよね。今日面白いから、面白いから来週見てみようとね、いうことで、あ、また最初の方に行っちゃいましたけどね、ちょっと待ってくださいね。これがね、管理用パソコンというか、僕が机の上でやっといたツイッターの画面、ここでね、見えてます。はい、お遊びの道具です。これが今回初めて使いましたモニター。これを映しているカメラがです、ね、でこれがメインのカメラ、これが宮もんたさん、あ、違うか、はい、これ照明なんですが、手作りです。はい、で2で1個980円。それでこれがモニターをこんな感じでね、こんな感じで映してましたね。で、これが、どうしたの？あ、これね、はいよ。で、これがメインのカメラ。佐々木さんみたいでいいじゃん。ね、グラグラ動いてね。これがモニターです。
この席からずっと入ってきてますね。お、なんか入ってますね。松代の子どもたちは地域の皆さんとも交流が盛んなんですね。です、その通りです。みんなえ、そうだよね。あ、先生そんなことないよ、なんてご謙遜をね。これがね、カンペだったんですけど全然字読めなくてね、半分も読んでないですよ実際はね。元ね、ノーベル賞がとったらこったらここに書いてあるでしょ、ね、これをね、あ、そうそう、言わなくちゃいけなかったんだ。ノーベル賞で、ね、物と物とを結合するカップリングが話題になりました、これからも私たちテレビを通じて、松代テレビは人と人をカップリングして、松代テレビ局の目的の一つでもあります福祉の推進につながればいいと思ってますと。素晴らしいでしょ、ね、いいね、そう事務局長に褒めてもらいたいと思ってもんたさんね、やっぱこれ言う予定だった、ね、やっぱりうまくいかないね。でも今から言ったらいいね。じゃあぼちぼち皆さんスタンバイしてもらって来週のね、そう予告皆さん、今日はね新兵器出すっていうからね。さて、来週のしゃべくり松代は、私ども松代テレビ局の技術部長です。中さんです。よろしくお願いします。自分でこれね、操作して、ここも立ててかなり大変なんですけども、次回は見えますかね。紙で作った甲冑なんですが、ちょっと待ってね、それでこう、立った方がいいですか、はい、で2ヶ月前の10月にですね、真田祭りでこの紙の甲冑を着て、この松代の町を行進しました。でその更新する前に撮ったこの集合写真、津田光地下校の舞台となって、更新しました。はい、そしてそうですね、どっちだ、こう持ってないですよね。はい、ちょっと逃がすってことは、どっちだ立たせるってことね。はい、はい、見えますか。はい、これは博物館の甲冑の写真のように見えるんですけど、紙で作られています。これ紙です。これ福井さんですか。これは僕が作ってる、今現在まだ作ってる最中なんですけども、色は全然まだ濡れてなくて、パーツだけしかできてません。来週パーツ持ってきますんで、どんな感じにで進んでいるかと。今年福井さん出られましたよね。はい、序列に、はい、その写真はないんですか。その写真は来週それはね、来週のお楽しみだそうですね。素晴らしいですよ本当にね、はい、紙で作ったなんてね全然思えないですよね、はい、素晴らしい。本当に刀で切っても切れないみたいな感じですよねそうです ね、はい、そうですね、素晴らしいですよ。はい、それでは次回ですね、ぜひその刀で切ってみますかね。そうですね、それだから全員切っちゃいましょう。あ、そうですね、バシバシと、紙で作ってあるので切ったら本当に切れちゃったりして、
いやいや、もうあいつもこいつも切っちゃいます。あ、そうですか。もうあの戦国時代なんでね。じゃあ、はい、それでは来週お楽しみください。あのね、刀でね、バサバサ切るそうですんでね、はい、まず福井さんから先に切っちゃうかな、はい、もう尖閣諸島に行ってきますから、はい、行ってきます。はい、行ってきます。それでは本当に来週のね、しゃべくり松代、はい、まず福井さんを切ってね、はい、みんなも切っちゃおうと。切っちゃいます、ね、それをぜひお楽しみに。福井駅も切っちゃいます。福井駅も切りたいのね。クリスマス駅なんて福井駅切っちゃう。あ、いいこと言いますね。ねぐっちです。いや、皆さんすごい、いいこと言いますね。先生、なんか最後に。あ、先生どうぞ。言いたくないことがあったのでこの場を借りて言わせてください。ですね、今回このうどんの活動をするにあたり、もちろん二本松さん、二本松さん、ね、にも心よくうどんを教えていただくのをはい、ご承諾いただきまして、それからさらに地域 の、 おじいちゃんおばあちゃん、それからお家の方も子どもたちの活動にね、ぜひご協力をとお願いしたところ快く受けてくださいまして、温かいご協力をたくさんいただいたおかげでこのうどんの活動をすることができました。本当に心より感謝申し上げます。この場を借りてお礼を言わせてください。ありがとうございました。それからですね、ちょっと私のわがままもあったんですが、子どもたち、クラスの子どもたちが、最後までうどん作りを頑張ってくれて、ね、成し遂げることができました。子どもたちにも感謝したいです。ありがとうございました。みんな見てる。豊坂万歳。万歳。松代万歳。万歳。万歳。じゃあこれからね、さっきのね、特別のね。しゃべくり松代。